半端な男は捨てちまえ。男男男、男前豆腐。フランスパン来た。あれ？フランスパンになっちゃった。誰か助けて。あ、もしもし、しがらき焼きのたぬきさんですか？ちょっとご相談があって。うん、君が猫になりたいフランスパン。違います。もともと猫だったんです。どっちでもいいけど、後ろの木の実食べて猫になれるから。あれ？なんか眠くなってきた。やっと現実に帰ったか。あれは夢？ハンハンハンギョドーン、どんどん冒険で、いて、どんどんしよう、いてててここドーナツだ。え、くれるの？ありがとう、怖がってごめんね。一緒にお家に帰ろう。いただきます。おーい、パティどこ？ジミー、いた！やっと見つけた。ある日、猫ではなくて宇宙人を拾った。うち火星生まれなんやけど、地球にもちょっと引っ越してみたいなってことで内見に来たんよ。そしたら仲間とはぐれちゃって。あー、喉渇いたな。カフェオレ一口もらっていい？
こらせ。おっと、よいしょ。ある日、カッパと出会った。カッパって、キュウリが好物って本当なん？せやな、キュウリは主食やで。人間でいう白ご飯や白ご飯。わしはキュウリよりも甘いもんが好きや。うわ、これ期間限定のドーナツやんな。一口もらっていい？トリックオアトリート、ハッピーハロウィン。大丈夫？あれ？驚かせてごめんね。ハッピーハロウィン。流れ星見えないかな。どうも、流れ星でーす。ハンバーガーとめちゃくちゃ大きいドーナツが食べたい。どうしよう。めちゃくちゃ美味しいピザが食べたい。ん？流れ星さん、ありがとう。ここは50年後の地球。神様の手違いでちょっと早めに氷河期に突入してしまった。わしはカッパ、隣は宇宙人。50年前からタイムマシンで来たんや。じゃあ50年前のわしらの時代に戻ろう。こうして宇宙人とカッパと雪男は50年前に戻って幸せに暮らしましたとさ。この後3人で神様にお願いして氷河期を50万年先に変更してもらったらしい。それはまた別のお話。先輩、俺、食べられるのちょっと怖いっす。卵、大丈夫だ。食べられても、胃の中でまた会える。いただきまーす。唐揚げ、美味しそう。卵、先に行くぜ。あー、やっぱり卵から食べようかな。おい、ちょっと待ってくれよ。先輩、任せてください。俺から先に行きます。卵ー。先輩、俺、先輩みたいに人気者になりたいっす。どうやったら人気者になれるか教えてください。卵、お前はもう人気者だ。現にこの人間には俺より美味しく見えてるんだから。人間よ、さあ俺を食べるんだ。先輩、俺食べられるのちょっと怖いっす。俺たち繰り返してる？ウーバーイーツです。あ、ここです。後ろです。わー、美味しそう。